私があなたに惚れたのはちょうど十九の春でした。今さらにというならば元の十九にしておくれ。元の十九にするなれば庭の枯れ木を見てごらん。枯れ木に花が咲いたなら十九にするのも安けれど、心があるならば早くお知らせくださいね。年も若くあるうちに思い残すな明日の花。一銭二銭のはがきさえ千里万里と旅をする。同じ小寿司に住みながら会えぬ我が身の切なさよ。住まいのご椅子は梅の小枝で昼寝して、春が来るような夢を見て、法華経法華経と泣いていた。